はい、今新宿駅に着きました。思ったよりね、朝早いから人がいない。やっとコインロッカー発見です。じゃあここに荷物を置いて街をブラブラしたいと思います。はい、建物がめちゃくちゃ高い。ちょっと天気はね、曇りで悪いんですけど、すごい綺麗な街。はい、神田まで着きました。これから電車乗り換えます。すごい変わった建物があります。あっちって書いてあったよ。すごい、やっと着いた。おお、雷門までやっと着きました。すごい。でもね、想像してたのはもっと大きい。ちょっと意外に小さかったけど、いやでも着けてよかった。倉敷からやっとここまで着きました。まだね、朝早いんでね、お店が開いてないんで、ちょっとお店が開くまでどっかのカフェに寄りたいと思います。雷門の前からね、多分東京スカイツリーだと思います。すごい綺麗に見えてる。朝食を取ってる間に雨が降ってきました。スカイタワーめちゃくちゃ綺麗見えてる。行く？はい、浅草寺の、ね、前もね、すごい写真撮影の人でいっぱいです。さっき早く来て撮ってて正解。はい、じゃあここから入っていきます。はい、まだ今9時前なんですけど、まだ結構お店閉まってますよ。というか観光地なのにお店が開くのが遅いってどういうことって思いますよね。ここお寺、中通って写真撮るのみんな来るよ、ここに。え、ノーインタレスティング。あ、はい、大地はお寺には興味ないみたいです。すごい街並みが綺麗。はい、お寺が近づいてきました。すごい、普通に幼稚園があったり小学生が通ってたりとか、あ、修学旅行かな、ね、あ、大きい。浅草寺、そう、浅草寺かと思ってたら浅草寺って読むらしいです。中国人がめちゃくちゃ多い。浅草寺の横に 1,2,3,4,5,6,70 の塔、なんか塔がある。はい、ここの門をくぐります。すごいでかい提灯。滑る滑る。ね、雨だから人が少ないと思ったけど結構いますよ。でもまあこれでも人が
少ないんだろうけど、あ、大地大地、左、おー、ここ綺麗、すごい、あ、ここおみくじ引くところがいっぱい、であそこでお祈りするかな、あ、ここでお線香を買ってあそこに入れる、あそこにな、お線香を買ってあそこに炊く、手をここで洗います、はい、ここでお線香を買いました、ここで火をつけてお祈りにしに、お祈りしに行きたいと思います、手と口を洗ってお線香をあげて本堂に入ります、おお、すごい、はい、本堂に入りました、すごい広い、この上の絵、絵が綺麗、見て大地、上の絵、ここのね歴史については私よく分かんないんですけど調べてます、あー、すいません、すごい、はい、お祈りします、はい、雨にもかかわらずすごい人です、すごい続々と来ます、雨はね、思いのほか少ない、傘ささなくても結構大丈夫みたいな感じ、お守りとブレスレットを7000円分買いました、散々、大地はね、こういうの信じないんだって、おみくじとかも信じないし、お守りも信じないらしいです、はい、ということで最後ここで散々してお守り持って帰ります、はい、帰りはね、お店がちょっと増えたんで食べ歩きしながら帰ろうと思います、まんじゅう、お店がいい感じな、すごいカフェ、こっちの上もほら誰かが乗ってる、あ、大地ここで写真撮れるよ、ほら大地、変わった通り発見、うーん、あ、この中にもお店がある、すごい、修学旅行生がいっぱい、あ、いい匂いがす、いい匂いがする、めちゃくちゃ並んでる人が、ここで一個なんか買おうかな、まだ食べてね、おー、重たいな、これ重い、美味しい、うん、いただき、うん、お餅が結構硬い、お餅じゃない、硬いっていうかしっかりしたお餅、うん、うん、美味しい、渋谷駅を降りてスクランブル交差点までなんとか来れました、思ったほど人が多くないん違う、あ、あっちじゃ、八甲まで行きます、ここから八甲まで行きます、めっちゃおのぼり、スターバックスからすごいみんな見てる、よし、東京に上陸してます、雨もね、そんなに降ってなくてめっちゃラッキー。
なんか下から見るとスクランブル交差点そんなにめちゃくちゃすごいって感じはしない。どこだ、ハチ公、ハチ公を探せ。すごい、ハチ公とね写真を撮るのにめっちゃ並んでる外人が、すごーい。はい、横から撮ります。ハチ公、ハチ公、スクランブル交差点のすぐ目の前にスタバがあるんですけど、そこに外人さんがめちゃくちゃ集まってる。で、交差点で人が行くのを見てます。はい、渡って私たちもスタバに行きたいと思います。ただいまスタバにやってきました。スタバの上からスクランブル交差点見えます。でも人がめちゃくちゃ多いってわけでもなさそうね。いや、マリオカートがやってきた。ハチ公前からみんな交差点通るんじゃな。初めて知った。おのぼりさんになってます。ここに109が見える。東京は左です。はい、東京テレポートの駅に到着して、これから大地が行きたかった念願のガンダムを見に行きたいと思います。ここ徒歩で11分だそうです。すごいな、ここもビル高いよ。ダイバーシティ東京に着きました。念願のガンダムはまだ見れてないけど、あ、見て、ちょうど12時でなった。ダイバーシティ東京に入ってきました。すごい、早速アニメのお店とか、あとドラえもん、ドラえもん専門のお店、あ、ここにもかわいいドラえもんのなんか回ってる。これは何？ドラえもんのお店。ドラえもん未来デパート。すごい、運行ミュージアム東京ミュージアム。運行ミュージアムっていうのがある。入場料大人2000円。すげえ、どんなのが見れるんだろう。パンフレットも英語とかもあるけど、すごいなぁ。これ、うんこのお店。すっごい、うんこグッズがある。あ、これはハローキティ。キティちゃんのお店。なんかいろんなアニメとか、
キャラクターのお店がいっぱいあるのかな、うん、何これは、フジテレビジョン、あ、ガチャガチャとか、何これ、あ、東京バナナ、もうでも買って帰れんでなあ、じゃあ見せようね、うん、あとは空港でひよこ、お土産もある、ビッグカメラ、すごいね、何か、あ、ビッグカメラ、福屋もあるし、ミスタードーナツとかわびさび、まあ普通のお店がいっぱいある、あ、ここも麦わらストア、いっぱいあるかも、へえ、これワンピース、ワンピースのお店、いろんなグッズがあるよ、ほら、ワンピースはなあんまり興味がないけど、キラキラドンキ、松本清、はい、グルメスタジオ、グルメスタジオ、いろんなお店が入ってます。そう、フードコートを抜けたらフェスティバルゲートっていうのがあって、そこにガンダムがあるみたいです。おお、大地の足が速くなった、あったあった、結末いた、あー、あった、だいぶガンダムあった、あった、これを見に東京までやってきました。大地、これ後ろよ、このためだけに東京にやってきました。浅草は息子は全く興味がなかったけど、自分の興味があるものになったら足が速いです。ガンダム出た、でかいな、すごい、結構人がいる、まあ、外人さんがほとんどだけど、見に来てます。すげえ、新宿駅、昼間になったらアニメがいっぱい、何事、美術、うん、何があるこれ、美術会社、すげえ、ハトがいっぱい、ハトがゴミ漁ってます、すげえ、ハトがゴミ漁ってる、羽田に向かいます。はい、東京もバイバイです。